あ、いいね。お、お、来てますね。惚れるわ、こりゃ。ダメ、絶対良い子は真似しないでくださいよ、これは。早くしてくれん、家帰るで。は？なんで？ちょっとどらして。まあ、妻でセルフィーしとると思う。いやいや、インスタよ。ねえ、ガチ気持ち悪い。ちょっと早くして。いや、フォロワー数増やしたいと、インスタで自撮り撮らなきゃ。いっぱいチャリ入りすぎやろ。早くしろ。はい、もうすぐ着きます。早く撮影さして、自撮りさして。もう自撮り上してるから俺。何自撮り上って。どこどこ。ここやん、ここ。ここやん。ここがあのコンテナで作られたイエローキャブです。イエローキャブじゃない、キューブね。見て。あ、いいんじゃないですか。いい、これ自撮りスポット。自撮りスポットじゃないですか、それ。いいんじゃないですか。いける。一回上行ってみよう。じゃあ上、上行こうか。うわー、ナイスビュー。あ、いいね。あ、こんな感じなんや。あ、いいね。あ、いい感じ。あ、いい。あ、いい。あ、いい角度ですか。今いい角度ですか。いい角度しよう。後でちょっと自撮りのアドバイスもしていくんでね。あ、ありがとうございます。あ、自撮りアドバイザーの方ですかね。あ、そうです、そうです。自撮り専門家なんで。あ、そうなんですね。あ、かっこいいですね。あ、そんな感じ撮るんですね。あ、こんなほくろされてるんですね。そうそうそう。あの、ちょっとプライベートなんで、下の方にもちょっとなんかあるみたい。でも今日あれやね、月曜っていうこともあって全然空いてないね。今の時刻7時半と。7時半。人もおらんくね。おらんね。下行っちゃう。行っちゃおう。なんかあるから、下も。めちゃくちゃ可愛いやん。ちょっとこういう時さ、こう、ほくろちょんちょんって。わぁ、なんかいい匂いがしてきた。あ、こんな感じになっとるんや。あ、まあこのイエローキューブ内にいっぱい店があるという。うん、いろんな種類の店がある。あ、見て。お、8貝殻で150ペソ。8貝殻。回ってみよう、どんどん。デザート、フレーバーがいっぱいある。アンペナカペイモスティ、ペナカセイラシチュア。これでなの？クラシックが一番なんか売れてるらしい。イエローさんがマンリアム、クラシックリアム。パティキンモスティ。これ、食べる？何それ？あ、クッキーだ。あ、クッキー？スカイのビスケット。あ、スカイのビスケット。なんか、シアンで売られてるビスケットを砕いて、たぶん入れてるみたい。これは？ここ何？サッカーステーション？あ、でもチーズ系が多いね。これチーズでしょ？あれもチーズ。チーズ6円。チーズがメインや。俺チーズ大好きだからさ。あ、分かった、なんでチーズか分かったわ。黄色焼けんや。なるほど。あ、これデザートやん。これも分かった、なんでこれこんなのか。何？黄色焼けんやん。その通り。一店だけはみごされてるやん。はみごなあ。これドリンクやん。あ、レモンなんや。なんで？え、わかった。なんでこれレモンなん？なんでレモンだと思う？わからん、わからん。黄色だけにやん。なるほど。え、どう、ちょっと初見。思ったよりも大きくなかったね。でも自撮りに関してはどうですか。あ、間違いないです、自撮りに関しては。でも一番おすすめはあの2階。
全体的なやつね、さっき撮った。そうそうそう、あとでそれちょっと載せるから、俺がどんな風にして撮りしたかね。人気なのがこれ、オレンジとウォーターメロン混ぜたやつ。オレンジとスイカ混ぜたやつが一番有名な。そう、一番有名らしい。あ、人気？人気人気。ちょっと飲んでみます。あ、待って、あ、本当にスイカとオレンジ。ザ・スイカとオレンジ。いや、それ以上ないとコメント。それ以上でもそれかでもない。なわけないやろよ。飲んでみろお前、マジで。スイカとオレンジなわけないやろよ。ほんまや。愛してる。 Yes. 愛してる、俺も愛してる。ん？ I love you。またまたこの子やりやがったよ。 Thank you。 Thank you。 愛してる。カフェもある。テイスティングできるらしい。あれでちょっとやってみようか。何の味？ What's favorite？ Winter melon。 What？ Winter melon。 Winter、 あ、Winter melon。 Yes。 でもメロンがこんな味する？あ、こんな色する？せやろ。鼻がバッカにとこう抱いたメロンにおうかな。ラテ、バスタペロラサヨンメロン、ラサメロン、あ、次トライコ。ちょっとじゃあ試飲します。あ、ほんまや、これメロンの味がする。いや、ほんとにそんなわけないやろ、そんな。いやいや、こんな色してるように見えて、実はもうメロンの味がする。まあ、先入、この店員の思うつぼじゃん。でも先入観与えるだけやって。先入観、俺洗脳されてる？洗脳されてる。でも実際、でも心理的にそうやけん。心理的にこれはメロンですって言えば、もうメロンの味になるけん。飲んでみろって。いや、洗脳されてるとかそんなんじゃなくて。なわけないやろお前。買おうかお前は。何だ。お前や。話聞いた限りでは。限りでは。その月曜日、うん、とかだとやっぱの閉まってる店が多くて、おすすめは、まあ、週末来てくれと。まあそりゃそうだね。うん、そう。でも実際写真とか撮るんやったら人少ない方がね、やっぱよくない？あ、かもしれないね。なんか人の目を気にする人も、人目を気にしない人は別にいいんだけど、人が少ないところの方が俺は撮りやすかった。気楽に撮れる。来てますね。かっこいいっす。惚れます。惚れるわこれは。ガチで鳴らしたらどうなる？ちょっとこれガチ鳴らしとっちゃうよ。ダメ、絶対良いかは真似しないでくださいよこれは。ここいいんじゃないですか？ここいい入り口。ここも自撮りスポットなんじゃないですか？でも自撮りするにはやっぱ人が多すぎない方がいい。気持ち悪い。いやね、人気。若い子に人気や。入って。もうデートスポットにいいかもね。あ、もうそうやね。はい、ということで、はい、自撮りスポットのイエローキューブに来て、うん、まあいろいろ回って、はい、俺が。どうでした自撮り？あ、最高に良かったです。その自撮り大好きな人はやっぱここに来てもらった方がすごい撮れますよ、いい絵が。でもただ俺が思うに、なんか2カ所しかないかな、この撮れるスポットが。撮れるスポット違うんすか？いや、もうプロだったら何カ所でもどこでも撮れる。違いますね、違う違う、自撮りアドバイザーは違いますね。とりあえず初イエローキューブ、うん、そのセブンに来られたらね、ぜひ一度は訪れてみてください。コンテナ好きとかだったらまあいいんじゃない？コンテナ好き？コンテナ好きおるよ、この世界中。マニアックすぎるやろ。コンテナ好きおるけん。では今日はイエローキューブからお送りいたしました。ストップストップストップ。
うん、あ、これね、なんて言ったらいいんだろう、ソーセージちょっと辛い、スパイシーソーセージかな、これは、うん、すごくスパイシーなソーセージです。でも、俺のはスイートですけどね。はい、ありがとうございました。